僕たちはヒロのお母さんに連れられて山へピクニックに来ていた。うわー、外で食べるご飯って最高だな。ほんと美味しいです。このおにぎりも美味しい。まだまだあるからどんどん食べるんだよ。やべ、待て、俺のおにぎり。そんな昔話みたいの。ちょっとヒロ、どこ行くの？待って、みんなしてどこ行くんだい。待ちな。あれ、おにぎりどこ行っちまったんだ。ようやく追いついた。急に走り出すんじゃないよ。だっておにぎりが転がっていっちまったんだよ。まったく、食べ物を大事にするのはいいことだが、だからってこんなところまで追いかけるやつがあるかい。ごめんなさい。ほら戻るよ。ってあれ、どっちから来たっけか。森のだいぶ深いとこまで来ちゃったみたいで、どっちかわかんないですね。おい、ってことは俺たち遭難しちまったのか。そうなるかも。またこういう展開に。まあなんとかなるなる。ノリが軽い。うまい、うまいぞ。何の声。このおにぎりなかなかナイスじゃないか。わー、俺のおにぎり。誰だお前は。おっと、俺の名前は料理研究家ダイナミック佐藤。この森でダイナミックな料理を研究しているのだ。なんかすっごい変な人来ちゃったけど。お前たち、さっき遭難したとかなんとか言ってなかったか。そうなんです。トコタン、うまいこと言わなくていいから。うまいこと。なあおっさん、俺たち迷っちゃったみたいでさ、帰り道知ってっか。ほう、帰り道を知りたいのか。いいぞ、教えてやろう。本当か。サンキューおっさん。ただし一つ条件がある。条件。そう、俺が求めてるダイナミックな食材を集めることだ。食材。食材くらいスーパーで自分で買ってくればいいじゃん。スーパーで買える食材ならわざわざ頼まねえさ。俺が求めてるのはダイナミックな食材。何ですか、そのダイナミックな食材って。それはこの森の中に潜む猛獣たちだ。猛獣。なんだ、何かと思ったら猛獣か。いや、なんでそんなに余裕そうなの。だってこっちに猛獣より強い母さんがいるだろう。ん、確かに。分かったぜ、俺たちで食材を見つけてきてやる。話が早くて助かるぞ。用意してほしい食材は全部で3つ。マッチョベアの爪、パンチゴリラの頭のキノコ、マッハウサギの肉、以上だ。なんか聞いたこともない名前ばかりだけど。よし、それじゃあ早速食材を取りに行くぞ。それでヒロ、まずは目的の猛獣を見つけなきゃだけど、何か作戦はあるの。ない。やっぱり。でも葵なら何か思いついてんだろう。そうだね。まずマッチョベアについてだけど、ベアってことはクマだよね。だからこうやって木にクマの好物の蜂蜜を塗って隠れて待ってれば。来たよ。ベア。あれがマッチョベアか。なんかめっちゃ弱そうだな。よし、マッチョベア捕まえた。ベア。楽勝だったぜ。なんだ、なんか様子が。うわー、マッチョになった。うわー、危ない。あれ、かわいい息子によくもやってくれたね。うわー、ひろたんママかっこいい。よし、マッチョベアの爪ゲットだぜ。うん、なんかこっちから音が。まあ、ゴリラ。見てヒロ、あのゴリラの頭。あれがパンチゴリラだよ。なんだ、なんか変な動きしてるな。もしかして僕たちに何か伝えようとしてる。トコタン、動物の言葉が分かる発明品ってあったよね。あるよ。いつでもおしゃべり動物リボン、エブリデイハッピーエディションマーク5。これをつけると動物さんとおしゃべりできる。よし、そしたらこれをゴリラにつけてっと。人間、オイラとパンチ勝負するでやんす。あ、そんな喋り方なんだ。望むところだぜ。俺らが勝ったら頭のキノコをもらうからな。では行くでやんすよ。それ。岩が真っ二つ。見たでやんすか、オイラの最強パンチには誰も勝てっこ。で、まだ続けるかい。これをお納めください。お、悪いね。ヒロのお母さんって改めてすごいよね。さすが母さんだぜ。残るはマッハウサギだな。どこにいるんだろうな。ダイナミック佐藤さんはこのウサギが一番捕まえるのが難しいって言ってたよね。ああ、でもクマやゴリラに比べたらウサギなんて余裕なんじゃねえか。危なくはないかもね。一回手分けして探してみようか。ああ、いた。みんなこっちだよ。どこだ。ほら、そこそこ。何もいないね。あれ、お
かしいな。確かにそこにいたのに。なんだおい、見間違いかよ。まあまあ、また見つけたらすぐに呼んでよ。はい、わかりました。おかしいな、絶対いたのにな。いたー、いたか、そこだよ、そこそこって、あれ、青い、あれは明らかにウサギじゃないぞ。違うよ、あの人じゃなくて本当にいたんだよ。ふんふんふん、苦戦してるみたいだな。マッハウサギは相手の強さに敏感でな、自分より強い相手が近づいたらマッハのような速さで逃げ出すのさ。代わりに自分よりも弱い相手には油断して近づいてくるのだ。それって青いがウサギより弱いから寄ってくるってこと？まあ青いの近くになら出てくるってことだろ。マッハウサギを捕まえるのにうってつけじゃん。よかったな。全然嬉しくない。でもどうすっかな、いくらウサギが青いに近づいてくるとしてもなんか作戦ねえと捕まえられねえよな。あ、ならこういうのはどうかな。まだだ、もうちょっと、まだ、今だ。青い、どうだ。なんとかゲットできたよ。よっしゃー、これで食材全部揃ったぜ。ありがとう、みんなのおかげで最高のダイナミック食材が揃った。これがこの森の地図だ。これを頼りに行けばこの山から降りられるぞ。よっしゃー、これで帰れるぜ。でおいおい、ちょっと待ってくれよ。ん、どうしたんだ。まさかまだ足りない食材があるなんて言うんじゃないだろうね。違う違う、せっかくこんなに協力してもらったんだからみんなにも味わってほしいんだ、この最高の食材を使った俺のダイナミックな料理を。マジ？やった。昼飯の途中だったし、たくさん動いてたから腹ペコペコだったんだよな。でもいいんですか、貴重な食材なんじゃ。気にするな、料理はみんなに振る舞ってこそだからな。それじゃあすぐ作るから待っててくれ。すごいいい匂い。うひょー、美味しそう。楽しみ。さあ、マッチョベアの爪を砕いたスパイスにパンチゴリラのキノコで作ったソースをかけたラビットステーキだ。なかなか美味しそうじゃないかい。これは楽しみだね。それじゃあ早速いただきます。これはまずい。俺のダイナミック料理は人類には早すぎたか。ひよたまさん、みんないつも応援ありがとな。もらったお便りは全部読んでるぞ。一部紹介してもいいよって人のものだけ紹介するよ。おお、俺と母さん、葵とひーさんの赤青コンビだな。上手に書けてるね、ありがとね。ひーさんも大きく書いてくれてサンキューだぜ。もしかしてひーさんのファン？素敵なイラストありがとうございます。お、これはみんなでバスケやってるとこかな。僕たちが応援してるね。入れた、フレフレ。シュートできたらヒーさんからハッピートークタイムのプレゼントを。しなくていいから。おお、嫌われフーズのみんながいるぞ。ピーマン大好きだって？なんて素晴らしいハンサムピーマンなんだ君は。トマトのことも大好きだってね。将来有望じゃないか。オイラのことも書いてくれてるな。最高なラブリーレーズンだぜベイベー。以上、ファンアートやお便りの紹介でした。紹介できなかった人はごめんね。今後もお便り募集中なので、もしイラストを紹介していいよって人がいたら、X でハッシュタグ、ひろたま FA をつけて投稿。もしくはこの宛先まで動画に載せてって書いて送ってね。みんな、これからもよろしくな。じゃあ。